お話を伺うのは杉山亮徳さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは本日のお題をお願いいたします。はい、今日の題目は工夫です。あの私まあ頭をこういうふうに丸める前は。 実はあの住宅会社で、まあ、住宅の設計をやっておりましたへえー、家ってやっぱりその安い買い物じゃないじゃないですか、はい、やっぱ一生もんというかそうですねなので結構プレッシャーとかもあったじゃないですか、はい、もうそのプレッシャーはね最たるもので学校出てすぐの頃はですね、まあ、いろんな知識も少ないしアイディアもないし、うん、工夫の蓄積ありませんので苦労するんですねいわゆる引き出しがないっていうこと、ね、そうですね引き出しがなくてですね まあ、例えばあのに、まあ、リビングにある階段ってすかねこれ結構、まあ、若い方人気なんですよ。ああかっこいいですよねというのは家族のコミュニケーションが、ね、取れたり夏は風が通って非常に気持ちいいうん、うん、そういうメリットあるんですけどデメリットはやはりあるんですよね<ー>、まあ、あの特に冬場なんかは風が通り道になるわけなんで。うんうん せっかくまあリビングで、ね、温まった空気が2階に全部抜けてしまうとなるほどそれで失敗したことがありまして上り口のところにです、ねまあ、簡易的な引き戸をつけたり、まあ、カーテンを備えておったりで、まあ、2階に上った空気を1階に戻すために2階のホールにこシーリングファンをつけてあ<ー>で暖、まあ、かい空気を下に戻したりですね、まあ、家全体の断熱性能を上げて、まあ、心地よさを作っていく。 まあ江戸時代の禅宗のですね白隠禅宗お坊さんがいらっしゃいましてまあたくさんのお弟子さんをですねまあ指導された方なんですね。その方がそのお弟子さんを修行しまあ指導している時にですね「道中の工夫は清中の工夫に勝ること百千億倍」とおっしゃったんですね。中というのは 静かの中ででくんですけど座禅のことですね、うん、座禅は静かな空間でやるんですよ。で道中といいますのはですね、うんまあ、少し話は長くなるんですけど、まあ、中国の唐の時代、まあ、百条禅師という方がいらっしゃいましてその方も同じ禅宗のお坊さんなんですけど、うんまあ、その方高齢なりましてもですね、まあ、自分の食べ物といいますかね えーまあ、運水さんも一緒に食べるんですけどうん、うん、食べ物は、まあ、畑を耕してで皆さん率先して、まあ、食物を取ってでいただいてると、うんまあ、いわゆる自給自足ですよねそうですね自給自足ですあ<ー>はい、うんまあ、しかし高齢になりましたんでお弟子さんがですね、まあ、あの体をちょっといたわって農機、はい、具を隠してしまったんですね あ,あまりそのお師匠さんが働きすぎるもんだから、はい、働きすぎますんであ<ー>、まあ、そうしましたらその百条禅師はですね、はい、その日の、まあ、ご飯を食べなかったんですよえでお弟子さんたちが「じゃあんでですか?」とこう尋ねたら「一、はい、日なさざれば一日食らわずと」とおっしゃったんですね <laughs> 頑固っちゃん頑固ですけどねそうですね <laughs> まあ食事をいただくのにまあ今日はその自分の修行をね十分積まなかったとだから今日一日はもう食べませんよというまあ自分を律する言葉をね発されてどうしても座禅の中だけのまあ悟りっていいますかね修行はやはりまあ頭の中だけとそういう実際動いてる時にこそまあ えー、修行三昧といいますかね<ー>集中してやることが大切だよというだから修行の本当の形はそういう動いてる中、うん、生活してる中でそういう精神集中ができるか、うん、それを試しているということだと思います。うんうん、両徳ささんは、ねはい、長く住宅の設計をされていた、はい はい、設計に集中ししてましたよ、はい、この集中するっていうのも実は仏教的に言うと修行だったっていうことでしょうかそうですね今考えたらそう思うんですが当時はそういうこと知りませんでしたので趣味でも何でもそうと思うんですけど、うんうん、集中したらぐーっとこうそこに入っていくといまあスポーツされる方だったらよくになる「はい」って今しゃれみたいになっちゃってる <laughs> <laughs> そうですね、えー ゾーンに入るってはい。そう考えるとどこにでも悟りのチャンスっていうのはありそうですねあるんですね若い方も今この話を聞いてじゃあそういう式であれば悟りがちょっとまた近くなるかもしれないですようね「死刑」っていうね死刑って言いますのは指導者のことですね考案っていうのをいただくんですねいわゆる問答みたいな問答ですねはい研究課題と言ってもいいかと思いますけどまあもともと まあ、中国唐の時代の行政府の案件要する行政の,このもんいろんな書問題それを公婦の案件とい呼んでたんですなるほど公の案ですもんね、はい、公案ってね、はいまあ、例えば「石守の,の恩情」っていうのは、ね、<っ>両手でポンと叩く音がすると、うん、では片手だったらどんな声がするか その境界を述べてみようと。<laughs> そりゃ、音は出ませんよね。出ませんね <laughs>、はい。音が出ませんと言ったら、これはダメなんですね。チリンチリン、はい、今日はお帰り感じ。<laughs> これチリンチリンって、もう <laughs> ゲームオーバーなんですか。はい、あのー、まあ、その指導者、死刑と一対一の問答をするんですよ。<laughs> あのー、正解ってあるんですか。正解はないんです。はい。 こう言ったら、OK、たらオッケーみいいいなななのはないわけです、ねはい、ないんですすねねん答えってそもそも社会でたらいっぱいあるじゃないと、はい、そういう,なんこうアイディア力とか応用力みたいなものをつけなきゃダメだよねみたいなことをよく言われるんですけど、はいね、考案ってまさにそれですよねそうですね課題に対してストレートの答えを求めてるわけじゃなくて、うん、自分自身がどうあるべきかっていうのをね、まあ、試されてるというか、うん、覚悟を決めさせてもらってるとか。まあ先ほど 白禅師がおっしゃった道中の工夫は清中の工夫に勝ること1 0 0億倍という清中というのは教育かなと思うんですね、はあはあ、我々の一般の生活に中って、はあはい、で道中というのは一般社会での実践かと思うんですね、はあ、それをやはり私スパイラルっていいますかね もう交互に繰り返していくと教、うん、教育実践教育実実践践そうす教育実践っていうそうしてうちに身についてしまえば、うん、もう、まあ、生きて動いてる最中いろんなところをやってても、うん、いろんなところに工夫が、うん、もう自然おのずか出てくると、うん、あの一郎選手がインタビューで時々おっしゃってますよね自分は人を基準にいろいろ努力してるんではないと。 自分が納得できるまで工夫をしていくと、うん。やっぱり道を極めてる人っていうのはやっぱりそこを怠らないというか、はい、トライすることを怠らない、はい、怠けない、はい、っていうのをものすごく感じることってあります。ありますよね。で決して人を基準にしてませんよね。うん、なるほど。自分に格好ね。ねはい、ああなるほど。そうで,すね、でも仏教まあ足をちょこっと入れさせていただいて分かったのはやっぱり人を基準にしちゃ良くないと。うん、やはり。 自分自自身が基準だよと分に対してまあそこに集中しますとですね、うん、やっぱその世界自主,自,自主独立っていいますかね<ー>自分自身がそこで、まあ、主人公みたいなね自分がそこで精一杯ぱいざんまいしとくとすがすがしい世界が見えてくると思っております。 どんな仕事でも目の前にあることにざんまいすることっていうでしことうなんょその工夫ももう工夫しましたよってこう思わなくてもいいぐらいやはりあの日頃から、うん、ま,あまずは経験積んでそれを実践して、うんはい、でそれを繰り返してる間に自然と身について達成できて。うん 知らない間にちゃんと工夫できていると、うん、集中できているとい。もう工夫が工夫であることを忘れるぐらい工夫をしていくとか経験をしてきた。そうですね。ああ<ー>、そうすると他からのいろんな雑音も聞こえなくなりますし、うん、まあ自分自身が楽しくなりますので、うん、まあスカッと爽やかな生活が送れると思います、うん。ああ、私もそうスカッと爽やかに生活してみよう。だ <laughs> から残米ってすごくいい言葉だなと思いました。はい とっても寺院といたしました本日はどうもありがとうございましたありがとうございました